ガキゲンやタカバンドです。あれ一応このゲームの画像とかも見てみたんだけど、ホラーゲームっぽくはなかったんだよね。愉快なお魚たちが出てくるゲームなはずなのに、なんかゾンビが踊っている。もうやってみるか。楽しそうなお魚ゲーのはずなのに。さあ始まったね。 これはなんだ怒りに捕まって海の中か。赤いな。海の中赤くないかこれ大丈夫地獄に向かってない生きて帰ってこれるよね。行っちゃった。あなんだ操作できる。こっから始まったんだね。一発撃っちゃった。もったいない。もう11発しかないね。 こっからじゃあ冒険するのか海の中を海底だね海が赤いんだけどこれ大丈夫かあ、一応ジャンプできるねジャンプ力高い、まあ、進んでいこう何が現れるか分からないんだけどね最初のオープニングのあのゾンビ何だったんだ怖いな 気のせいかなんかそこにいたようにも見えたけどここの段差登っていこうよしあなんかあるねなんだあれお宝かカタツムリ黄金に輝いたカタツムリこれを集めていく感じなんだね今ゼロって表示されてるけどこれ普通にこれで取れた おぉ、これを探していこう。じゃあ。でも普通にこれ銃とか武器持ってるけど敵出てこないね。でもいつ敵が出てくるかわからないから怖いなー。おっと、ここは崖が。これ落ちたら死にそうだな。ジャンプして乗り越えよう。よし。ここら辺はジャンプしていくみたいだね。とりあえず。 よーし、こっちの方もジャンプして行ってみよう。あれヒロシーどうしたのヒロシーあ、この捜作キャラ、ヒロシに決めました、まあ。とりあえず落ちちゃうとゲームオーバーになるのか。でもまあ、すぐ近くで復活したね。あ、なんか、なんだあれ。爆弾か 一応これチェックポイントみたいな感じか近づいたら勝手にセーブされるっていう感じだねでも今のところ本当に何にも出てこないな黄金のカタツムリが一つあっただけここの実はこの世界平和なんじゃないかな、まあ、きっとそうだろうねなんか向こう光ってるここにもなんかありそうだね平和じゃないぞ こいつ最初のタイトル画面でいたゾンビなんじゃないなぜここで倒れているんだ動かないよね近づいてもまあ何もできないけど突然でも沈没船が現れたななんだなんか来たやばいバケボンだ食われてる食われてるどうしたらいいんだこれ X を押せばいいのか行けるのかこれでどうだおおあれたち 突然なんか化け物みたいな魚が現れたなあでもこっからだねよかった一応ここがサイブポイントだからいやでもなんだあいつ倒せるかな一応銃持ってるけどあそこ光ってるねとりあえずあの光ってるのがカタツムリっぽいから取りに行ってみようただここら辺化け物いるんだよな気をつけないと さ、近くまで来たとりあえずあの化け物いるいる大丈夫かこっそり取ろうこの黄金のカタツムリよしよし取ったぞ帰ろうもう帰ろうよかった襲われずに済んだとりあえずそろそろ帰らせてほしいなもうカタツムリなんていらないからクソみたいなカタツムリもういらないからか光ってるよ よっしゃ、片隅だ。ゲットだぜ。よーしよし、この調子で。取っていこう。三つ目だねー。これはセーブポイント。よしよし、セーブポイント。いいね、いいね。さそっからどこだろう。あ結構、おいたぞ、なんか。倒してみようか。ちょっと、試しに。せっかくの銃だ。使ってみよう。そこにいる。いけるか そのだ一発当てたよよしよしこの調子で狙っていくかちょっと視界が悪いねもう来たよ食われてるよなんだこのイルカみたいな人食いイルカだったのかあ、うん、助かった一応助かるんだね X を押せばいたいた倒そうとりあえずもう少しだ きたきたーよっしゃー倒したーおーすごい血の量だなんとかやったねーこの調子で倒していこうとりあえず今みたいなやつはさどこにいるかなバケモンみたいな深海魚もう倒す方法さえね分かってしまえばもう怖いことはない さあ出てこいどっからかかってきてプッ銃撃てたかったそう銃撃てなかったかおょおょ早い死ぬの早いよヒロシさあ自分を信じるんだヒロシお前ならやれるそうだやれるやれるはずヒロシひろし大丈夫かすごいカビつかれてるんだけどヒロシ助かったヒロシよくやったぞ よっしゃ倒したーうわなんだこいつ広しよくやったぞ無事天に召されていきました天国で幸せに暮らすんだぞさあこの調子であれでも弾がもう一発しかないな大丈夫かこれじゃ倒せないぞ弾一発じゃ。いるねー ちょっと、近づかないようにしとこう。弾ないかなどっかに。じゃあもう敵と戦えなくなっちゃったね。敵、うダメだ、もう弾がないぞ。どうしたらいいんだ。でもなんとか逃げてる。に、逃げ切れてる。こっからどうしよう。前が見えないよ。おお、そうやく割れるよ。 飛行機みたいな動きしてくるなぁ。おや、僕が天国に行ったようだ。なんかあるぞ、こっちに。お宝だ。<laughs> ついに、お宝を手にする時が来た。これ、カタツムリとかそういう、なんだ来た。これ弾が、玉がよしよし。玉補充できた。 これでもう何が来ても怖くないね。でも11発しかないから無駄に使えないな。おまた沈没船か。なんかいるいる。倒しとこうとりあえず。よしよし。安全に倒した。まあ、正直こいつに食われる姿も見てみたかったけど。 ま、とりあえず安全に倒していこう。でもこれ今思ったけど、ま、宝を取りに行ったのはいいけど、帰れるのかな大丈夫かい、来た来たやばい近いおいギリギリ倒した顔でかいなまた無事天国に行ったようだ。よかったいやでもヒロシー、これ、 帰り道分かってるよねこんな深くまで来てるけどこれ絶対帰れないでしょもう少しでゴールってことかなついにあれなんだなんかいるぞ敵、うん、敵じゃないよね大丈夫だ近づいても彷う普通に貫通する タツの落としだねここジャンプできるかな結構距離あるけどさあどうだよっしよしギリギリこっからなんか結構距離あるけど大丈夫かおっと敵いる敵いる大丈夫やばい玉がない玉がないし次の道どっちだやばい食われるぞどうしたらいいんだ 大丈夫だまだ気づいてないてか敵なのかあれそして次の道がないんだけどどうしたらいいんだ来た道も行けなさそうだしちょっとあのエ、ー、イみたいなのに近づいてみるかジャンプしてさあどうだ来た来たあこれに乗る感じなんだねってことは こいつに乗ってやっと地上に戻るのかもうこの青赤い地獄みたいな海そろそろ嫌になってくるよさあ地上に戻って金のカタつむり売ってねウェイってやっていこうさあどうだ地上が楽しみだな早くウェイってやりたいよ さあ地上,地上待って、えい、待ってよ、もう嫌だよ、まだまだ何かあるようだね、まだ地上に戻れないのか、なんだなんか来た、こいつはなんだ ボスじゃないよねお完全にボス顔なんだけど。下がエビだな、下半身が。日本語でオッケー一応、さっきのやつと戦わないみたいだね。じゃあ、これでクリアなのかなおなんだこれ。 落ちてるのかどうしたヒロシあれヒロシ外見変わってない大丈夫ヒロシいやこれヒロシじゃなくてヒロシの銃かまさか最後は魚に食われる終わり方ではなく山田生きてるのかとりあえずまだ生きてるようだね銃は 持ってないけど大丈夫かもうこっから本当のサバイバルが始まるぞあこれで終わりみたいだねこれデモ版なんでここら辺で終わりか、まあ、とりあえずね化け物みたいな魚に食われるゲームでしたそれでは是非チャンネル登録グッドボタンお願いします